皆さんこんにちは。こちらはパイオニア SC2022 です。発売は2012年、当時の定価は118,000円でした。これは D クラスのデジタルアンプを搭載した AV アンプです。 AV アンプはピュアオーディオ用のアンプより音質に不利と言われていますが、本当でしょうか？このモデルの主なスペックは次の通りです。7チャンネルのデジタルアンプを搭載しています。ダイレクトエナジー HD というのは、アナログ信号を直接矩形波に変換する普通の方式です。矩形波の出力からアナログに戻すフィードバックが組み込まれているようです。 D クラスのアンプにしてはアイドリングの消費電力が高めです。これはたくさんの機能がついていることと関係がありそうです。前回はこのアンプをメンテナンスする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。基本的にフラットです。デジタルアンプは負荷のインピーダンスで広域の形が変わりますが、この程度は問題ありません。8オームの定格が 130W でしたが、実際は 83W です。これ以上上げるとプロテクションリレーが働いて出力がカットされます。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。少しノイズが大きいですが、 1W から上の歪みは十分小さくて全く問題ありません。 AX-V6A はアナログのパワーアンプを搭載した AV アンプです。これと大差ない性能です。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。今回のアンプは 1W で 100dB です。CD のスペックを超えますから十分です。さすがに山水の 607X にはかないません。 AV アンプはピュアオーディオ用のアンプに比べて音が悪いと言われています。確かにその傾向はありますが、人間の耳には聞こえない世界の話です。問題のダンピングファクターを見ていきます。前回の動画でスピーカーターミナルをメンテナンスしましたが、変わってないですね。他の端子を調べてみたところ、フロント側のスピーカーとリア側のスピーカーで数字が分かれています。なぜこうなっているのか分かりませんが、こういう設計のようです。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。多少誤差がありますが、十分な性能です。こちらはクロスオーバーフィルターの特性です。この特性はどのメーカーもほとんど同じです。こちらはプリアンプの出力インピーダンスです。この結果からすると470オームです。まあまあの数字ですが、低域にかけて増えていますね。カップリングコンデンサーの容量が十分でないようです。つなぐ相手によって低域がドロップしますので、相手機器の入力インピーダンスに注意が必要です。AV アンプは自動調節機能を使って
音源のズレを測定したり補正できます。こちらはこの機能を使ってウーファーとツイーターのズレを補正した効果です。中域のあたりが少しへこんでフラットに近づいたでしょうか。こちらは位置ズレの影響を計算した結果です。このスピーカーは補正しないと中域のあたりに谷ができます。もともとクロスオーバー周波数が低いのでこの程度の問題ですが、製品によっては大きな効果が得られるかもしれません。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番はピュアオーディオ用のアンプです。過去に測定したアンプの中で最もノイズの少なかったアナログアンプです。2番は今回のアンプです。今回も ABX テストをご覧いただきます。これは最初に AB2 つの音をお聞きいただいて、次の X が AB のどちらか当てていただくテストです。耳に自信のある方は AB どちらが今回のアンプの音か当ててみてください。アンプには音の違いがあるのか、 AV アンプは音が悪いのか、それではどうぞ。いかがでしたでしょう。今回の答えは次の通りでした。これは AV アンプですが、ハイファイオーディオに十分使える性能です。ノイズや歪みはピュアオーディオ用のアンプに劣りますが、聞こえない世界なので問題ありません。このアンプは10年以上前の製品ですが、密閉式のプロテクションリレーが使われていて、音質の劣化がないのも良い点です。ハイファイオーディオ向けに求められる調節機能は次の通りです。このアンプはクロスオーバーとイコライザーの設定ピッチが不十分でした。
クロスオーバー周波数は 2.1 チャンネルシステムを作るときに使います。適切な周波数はメインスピーカーの能力と部屋の大きさ、つまり低在波の2つで決まるので、ある程度細かい設定ができる必要があります。イコライザーはスピーカーの特性の補正に使います。測定環境があれば DTM モニターのようにフラットな特性を実現することも可能です。距離の設定は音源の位置ずれの補正に使います。ホーンスピーカーを使った大型の 2way やタンノイのような同軸型スピーカーの音質を改善できます。プリアウト出力はアンプ内蔵スピーカーをつなぐ端子です。小型の DTM モニターにサブウーファーを組み合わせた 2.1 チャンネルシステムは理想的な音楽制作の環境です。AV アンプはスピーカーの性能を引き出すことができるアンプです。うまく使いこなせば、ピュアオーディオ用のアンプより高音質を実現できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。